はい、どうも、こんにちは。今日はデジテック社のデジバーブっていう空間系エフェクターですね。それをちょっと弾いてみようと思います。このエフェクターの中にリバースっていう機能がついてるんですけど、これを使うと誰でもマイ・ブラッディ・バレンタインのケビン・シールズになれるエフェクターです。じゃあちょっと弾いてみます。はい、じゃあ使ってみます。はい、じゃあ次に、マイブラのオンリーシャローの、イントロだけちょっと弾いてみます。はい、こんな感じで、ピッキングと同時じゃなくて、こうアタックが遅れてくるというか、そんな感じの効果になります。なので、そういうシューゲイザーとか弾きたい場合は、とても良いエフェクターなんじゃないかなと思います。はい。もう、このエフェクター廃盤になってるので、なんか、バーチャルヤフオクとか、バーチャルメルカリで多分出てたりするんじゃないですかね。あと、前回のコメントまたいただきました。こちらのコメント。まず、1個目。エフェクター系 VTuber。次のバーチャルエフェクターも楽しみにしています。改造した機材も見てみたいです。とのことです。ありがとうございます。改造した機材。なんかいろいろ改造してたんで、そのうちギターとか多分。そしてこちらのコメント。オフの時点ですごい好みの音だったのですが、ギターと歪みは何を使われていますか？これ前回のレディオヘッドの Go to Sleep を弾いた時のコメントなんですけど、歪みはコットファーム、すごい軽くて使いやすいです。ボックストラットをモデリングしたものを使ってます。で、ギターは、ギブソンのレスポールスペシャルジュニアです。ジャズマスターは今、バーチャル保管庫にあるので、そのうち取りに行きます。はい、そんな感じで、そのうち生放送あるかもしれないですね。はい、そんな感じです。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。さようなら。